私が私として必要とされていると、うん、尽力しよう。生死の範疇に収める道はもはや見えている。石田三成の動きを阻止するだけ。彼を捕らえれば静止通り処断されるでしょう。彼も最後のあがきだと覚悟の上に見えました。ヒューガ君、大丈夫ですか？新たな流れが検知されました。うまくやれるよ。あの方を止めて差し上げないとね。頑固で一途な方なんだ。どこまでもそのあり方を変えられないんだから。自分では自分をもう止められないんでしょうね。あんなにボロボロなのにまだかけ続けるなんて。私たちがすべきは花の塵には、カノンの雅に生きた歴史を守るということか。おもかげさんも第二部隊の心を分かってくれたようですね。嬉しく思うね。さあ散り際を見定めよう。よし、やってみよう。ヒューガ、君の役に立ちましょう。元来祈ることが役目の僕だけど、戦いでもうまくやるよ。行こう、僕らで石田三成様を止めるんだ。これでは通れないね。あっちから回り込みましょう。俺たちを邪魔するつもりですね。悪いけど、そうはいきませんよ。神妙にせよ、石田三成。断る。道を開けて叩こう。徳川兵が現れました。石田三成と戦闘に入ります。ありがたい足止めですが、今のうちに距離を詰めましょう。石田三成が徳川兵を突破、逃走を再開しました。行かせないよ。逃げ切られる前に追いつこう。そこまでだ。観念して縄につけい。こいつは足を止めるわけにはいかないのだ。再び徳川兵が出現。石田三成を捕らえようとしています。今の彼を捕まえるのは至難の業だ。だからこそ僕らがやる。突破します。ご準備を。突き合い。急ごうか。また時間速攻軍だ。決まるのに手ごわそうだ。何よ、僕らなら大丈夫さ。いつも通りにやろう。Yeah.
るはずです。彼を止めに行きましょう。石田三成が徳川兵を撃破しました。急いで歴史改変を防いでください。もちろん分かってますよ。それが俺たちの役目ですから。来たか。阻むならばこの覚悟を超えてみせよ。こちらとて勝てる思いは負けていない。いざお相手願おう。残虐だね、石田三成さん。僕の全部を出し切るよ。じゃないとあなたに失礼だ。私にはなすべきことがある。無様であろうと醜く根性にしがみつこう。まだ諦めないんですね。わかりましたよ。気が済むまでお付き合いします。亡き主にも伝わったでしょう。出遅れたか。三成はどこへ逃げた。終わりで良さそうだね。ますますいい調子だよ。これからもうまくやろう。あの方に石田三成を預けよう。僕らの仕事はこれで本当におしまいだ。そうだね。うまくやれたかな。お前たちは一体何用だ。石田三成を確保した。貴殿たちに彼の身を預けたい。その手で家康様の前に突き出せば法外な報奨を得られように。俺たちには必要ないものですから。どこまでも妙な者たちよ。ヒューガ、もう惜別の思いは十分に伝えられましたか。あの、一つだけお願いしてもいいかな。死の旅へ向かわれる石田三成様の心を洗い流したい。一杯の湯をお届けしてほしい。承知つかまつった。静止範疇に収まりましたね。歩け。すまないか、白湯をもらえないか。喉が渇いている。あらよ。受けた恩には報いる。それが風雅というもの。貴殿もまたそう生きたのだろう。
綺麗ですね。惜しかったよ、本当にありがとう。どんなに強くなっても所詮は写しだ。ヒューガ、こんなところで考え込んでどうしました？あ、イチゴさん、その調査での僕の失態をみんなにどうやって謝ったらいいかなって。僕がやってしまったことは許されることじゃないのに、みんな僕の帰還に対して何も怒らないから。ヒューガは怒られたかったのですか？それは、うん、そうなのかもしれない。みんなもっと僕を責めていいはずだよ。皆がヒューガを責めないのはヒューガの帰還を心から喜んでいるからでしょうな。イチゴさんって本当に励ますのがうまいね。やっぱりお兄さんだからなのかな。どちらかというとかつての主の影響ですかな。ああ、悩んでいる顔より今の方がいい、そう思いますよ。本当にイチゴさんにはかなわないや。俺がやるのか。ソラ、これでいいんだろ？疑問は必要ですか？たまには茶もいいな。従う。河川さん、俺、石田三成の最後がまだ忘れられないんです。六条河原で彼が処断された時か。いかなる時も敗者の散り際はわびしいものだね。はい、でも俺、あの時見たモミジがどうしてか綺麗に見えたんですよ。
謹慎かもしれませんけど、最後の時まで毅然と振る舞う石田三成の姿と呼応するかのようにもみじが舞った時、俺すごく胸がいっぱいになったんです。こんな感覚初めてかもしれません。雅な文章のためにただ自然を眺めてた時とは違う、これが感性が磨かれたってことなんですかね。さてね、そう思うのなら君がその時感じたことをそのまま文章に起こしてみるといい。君の感性が磨かれたのならばきっと以前より雅を感じる文章になっているはずだ。はい、俺もこの気持ちを忘れたくありませんから、文章書いてみます、心のままに。どうしたんですか？あれ、おかしいな。ママゾウさんはこうやって僕を笑わせたのに。もしかして俺を真似て変な顔したつもりだった？うん、あなたが深刻そうな顔で思い悩んでいたみたいだから励まそうかなって。一体何で悩んでいたの？僕でよければ話を聞くよ。信頼する人が自分のために死ぬのは辛いことだなって考えていたんだけど今になってヒューガ君の顔が目に浮かんで何考えてたんだっけ。笑うまでに時差があるのはいただけないな。この角度が甘かったかな。次はうまくやるよ十分元気が出たよ。ありがとう、ヒューガ君。秋の第二部隊での調査、無事に終わってよかったよね。ああ、なんとかね。痛手はあれど、生死の範疇に収められたんだ。及第点といったところか。でも、まだまだこれからだよね。だって、主が帰ってきてないんだから。主が無事戻ってこられるように俺たちは歩み続けるしかない。そうだよね、一二。もちろん、主が帰還するその時までこの本丸は必ず守り抜かないとね。うん、それで主が無事に帰ってきたら強くなったところたくさん見てもらうんだ。その意気だよ、ナマゾウ。であれば今この本丸で我々がやるべきことは一つ。分かってる。もっと強くなるための鍛錬だよね。もちろん付き合ってくれるよね、一味。あ、喜んで。従おう。この本丸の主に従おう。天正10年、織田信長死す。その知らせを受けた徳川家康は
時間素行軍の襲撃で追い詰められ自陣を選びます。もはやこれまで。この義士の流れを断ち切ってください。計測される地点はここで最後。食い止めれば強襲調査は成功です。心する。とりあえず脱ぎますか。やめておけ。うん、残念。さて、気負うことはない。さあ仕事だ。義士が検出されました。時間素行軍の狙いは分かりやすいですね。徳川家康公の死がお望みのようです。第二部隊の調査でも家康公は幾度もその命を狙われていたと聞くが、偶然の一致だろうか。ともかくまずは他の部隊と同じく歴史改変の核が誰かを見極めればいいのだろう。死の予測が自陣では見当もつかないが、時間素行軍と相対しながら考えるか。新たな流れが検知されました。面影さん、同行感謝します。気になることがあればいつでも教えてください。ああ、私でよければ第一部隊の戦い見せてもらう。しかし先ほど見た映像、自分には引っかかるな。主君の危機的状況に家臣は何をしているのか。本来の流れでは家康公が殉死しようとするのを本多忠勝殿が説得してとどめたはずだが。トンボ切りは元の主ならば家康公を守れて当然と言いたいのですか。いや、そのまあそうだ。自分は忠勝殿と共にありここでも戦ったのだから。果実兼備の勇士であっても時間素行軍の勢いには及ばなかったのだろう。ああ、刀剣男子でなければ阻止できないものもある。さて第一部隊出陣するぞ。怪しい魅力で夢中にさせましょう。脱ぐなよ村正。誰も彼も私の怪しい魅力に惑わされてもらいましょう。徳川家康はすでに包囲されています。自陣までの想定時間を算出しました。あまり時間がないな。急ぎ家康公の元へ向かわねば。なかなか敵の抵抗が激しいです。どうしましょう。無論阻むなら容赦はせん。おや、見かけ倒しでしたね。これでは刺激が足りません。まあ次があるさ。先へ行こう。また当選。受けて立ちましょう。敵を倒し、そして脱ぎます。
行きますか。これサッダルマ・プンダリーカ・スートラ、妖刀伝説に惑いなさい。ラマさん、脱ぐのはよせ。道は開けたぞ。いざ家康公のもとへ。なかなか追い詰められているな。さて、徳川家康の敵を減らすとするか。主の盾となり一歩も引かぬか。本田忠勝殿、しばしお味方つかまつる。なんと勇ましき者なのか。助太刀感謝します。共に敵を打ち払おう。化け物は何を増えるか。進化適切。高くなる上は敵何するものぞ。お気を強く持たれよ殿。この守り刀は私は脱がしました。幾度もわしに脅威を囲んだ。サッダルマ・プンダリーカ・スートラ、あなたはここで終わりです。福読みの力もついに尽きたか。恐れ敬い、勝利を祈る。徳川家康にとって刀は縁起物でもあるのだ。息を合わせて気をつけて。親玉の登場です。行くぞ。他の敵を打ち払い歴史を守る。脱がせましたね。プンダリーカ・スートラ、あなたはここで終わりです。あなたたちのおかげで助かった。さあ殿、今のうちに参りましょう。おい、もう終わりです。これが私の力、もう目を離せません。親愛の証に脱ぎましょう。脅威は去った。これで先へ進めるだろう。家康公が自陣を思いとどまればですが、あなたの元の主に期待しましょう。道は開けました。
お急ぎくだされ。しかしもはや命運は尽きた。こうなれば武士として潔く。大事な命ここでお捨てなさいますな。我ら家臣が何としてもお守り申し上げます。生きて機内を抜けましょう。殿、光秀を討ち信長公への供養とするのです。無事自害を止められたか。まずは前進、伊賀越えへ向かったな。だが本来の流れでも伊賀を抜ける道は厳しかった。伊賀の山中ならば時間素行軍を潜ませるのにはぴったりですね。紺之助、演算結果を表示してくれ。了解しました。本領を発揮しようかな。充実した時を過ごせたな。またか。あんた、また俺に言いたいことがあるのか。裾はいつも通りだな。おい、どうした。おい、聞いているのか。あんたに限ってほうけていることはないんだろうが、さては俺を心の中で嘲笑っているのか。ん、何の話だ。な、本当に聞いてなかったのか。紛らわしいやつだ。息抜きは必要だな。ここのところずっと不服そうだな。言いたいことがあるならはっきり言ったらどうだ。俺が不服そうに見えるのだとすれば、それはお前が原因と言えるな。俺がだと？お前に何かした覚えはないが。いや、したな。誰にも相談せず過去のことを背負い込んでいただろう。主はいつも俺たちに互いに支え合うようにと言っていたはずだ。だからこそ隊長の俺が皆を支えねばと思ったんだ。主の言を守り、主のためを思えばこそだ。そういう態度は支え合いから遠いと言っている。責任はお前のみが負うべきものではない。
それに主を思う気持ちは皆も一緒だ。俺ほどではないにしてもな。一言余計なやつだな。だがお前が言わんとすることは分かった。伝わったのならそれでいい。主を思う気持ちは俺が一番だ。そこじゃない。むしろそこだけは認めんぞ。では始めましょう。死ぬわけじゃなし、気楽にやるかな。全力を尽くすのみ。何？これからだ。トンボ切り、参る。心落ち着くひとときだった。そろそろよろず屋に行きますか。おお、かっこいいですね。まあ準備は大事だな。おや、伝説を増やしに行けますね。三日月宗近、うちの家が多いゆえ三日月と呼ばれる。よろしく頼む。悪くない。これで戦うか。悪くない。この喜びを脱いで表しましょう。力は試してこそですね。これは脱ぐしかありません。これは天下無双の糧となるかもしれんな。我が力として受け取ろう。新たなる力か。これは天下無双の糧となるかもしれんな。我が力として受け取ろう。この喜びを脱いで表しましょう。この力、戦場で生かそう。まあ準備は大事だな。これを私に。
これを私に。なんとありがたい。何かご利用ですか。任せてもらおう。予想通りですね。伊賀山中には敵の策略が巡らされているようです。しかし司祭が分からんな。時間素行軍が直接襲ってくるのか、それとも夜の山中だ。何が紛れていてもおかしくはない。徳川家康の首は四方八方から狙われているだろう。徳川家康も災難だな。阿鼻叫喚の逃走劇、俺たちで手助けするか。新たな流れが検知されました。怪しい魅力で夢中にさせましょう。力を尽くすのみ。並び立てることが嬉しいですよ。我こそは三名僧が一つ、本部切り。いざ出陣せ。数刻ぶりだな。よければ道中護衛しよう。なんと心強い。向こうの寺まで頼めるか。みんな下がれ、落ちてくるぞ。道を塞がれたようです。これでは進めませんね。家康様、道は他にもございます。迂回して寺を目指されては。半蔵か。伊賀州のお主が言うことだ。道を変えるとしよう。現れましたね。護衛の務めを果たしましょう。よっ。時間素行軍の旗頭は片付けた。先を目指すぞ。離れすぎたか。戻るぞ。これでは護衛が務まらん。これは落ち武者狩りの野主どもか。天下の徳川家康が落ち武者とは、あらゆる冗談のうちに止めないとな。かたじけない。もうじき寺も見えてこよう。離れすぎたか。戻るぞ。これでは護衛が務まらん。またも落石とは。殿、ご無事でいらっしゃいますか。わしならば大事ない。先に寺で待っておるぞ。家康様をお一人にはしておけぬ。
西の道から寺へ向かうぞ。二度の落石、そして迂回とはな。次は時間素行軍かノブシか。また化け物か。気をつけ。もう一度おられるだろうか。家康公の身は気にかかる。だが今は手の届く者たちを守り通す。またまた増援ですか。キリがありませんね。崖の上から落ちてきた。今の落石で開けた道もあるのではないか。次から次へと油断ならんな。落ち武者を選んでしたか。私が奪われずとも飲みますよ。あの忍びを助けに行くか。離れすぎたか。戻るぞ。これでは護衛が務まらん。気をつけ。服部半蔵殿、救援に参った。敵は我々が引き受ける。よくぞ持ちこたえられた。まずは感動を受けた。救援かたじけない。どうした、近寄れんか。触れれば切れるぞ。蹴散らすまで。これからも精進しよう。充実した時を過ごせたな。
家康公はどこへ消えてしまったのでしょう。あの距離で迷子になるとも思えませんが。まあいい予感はしないな。一度戻って予測を当たってみよう。この結果を見るに死の危機は去っていない。家康公の御身が危険だ。まずいですね。家康公の近くにまだ敵が潜んでいたのでしょう。歴史の歪みを生むものとやらの罠にかかったか。急ぎ徳川家康を捜索するか。承知しました。徳川家康の居場所を検出します。嬉しいです。脱ぎます。一つ成長できたようだ。楽しませてもらったぜ。従う。ここでお待ちする。うん、茶でも飲むか。何をすればいい。では始めましょう。お任せあれ。見抜いた。とりゃ。見抜いた。と。見抜いた。とりゃ。と。とりゃ。と。た。とりゃ。た。見抜いた。と。た。見抜いた。た。見抜いた。見抜いた。無事終えられたか。了解した。この先に徳川家康の陣営を確認。周辺に時間素行軍もいるようです。急がねば。家康公のお命が。ここで勝負を終わらせるわけにはいかないな。是が非でも守ろう。敵にとってもここは正念場。歴史改変の流れを司る者も現れるだろうか。新たな流れが検知されました。出陣か。分かった。お前の戦い学ばせてもらう。天
が五軒が一つ、三日月宗近。行くぞ。徳川家康はこの峠の先か。行くぞ。見つけましたよ、家康公と忍びですか。服部半蔵殿ではありません。門を閉めて逃げるつもりか。奴を倒すしか手はないか。徳川家康が追い詰められる前に急ぐぞ。まるで追いつけませんね。鬼ごっこがお上手です。何か手立てを講じた方がいいだろう。奴の動きをよく見てみるか。彼らと真逆の方向へ逃げているのか。ならばうまく導けば。妙案です。追い込めそうな場所を探しましょう。決めよう。汗をかきましたね。かくなる上は脱ぐな。門に戻るぞ。今なら家康公に近づけるだろう。殿は化け物と忍びに囲まれている。家康様をお助けせねば。同行させてもらう。追い詰めながらとどめを刺さんとは、わし自ら終わらせよということか。なりませぬ殿。あの忍びは動かぬか。敵をすべて退けましょう。家康公にはお願いになっていたのです。忍び、お前は何者だ。黙っているだけか。不気味なことだ。甘いな。ついてこれるか。わかった。ついて参れ。従う。熱かったな。文句を笑っている場合ではないか。熱いな。本気になる。これでどうだ。せいや。
にも守るべきものがあるのでな。家康様、大事はございませんか。そこの忍び、動くな。終わったな。これは愉快。無事徳川家康を守りきれたな。あとのことはこの場の者に任せよう。はい、これで問題なく伊賀を抜けられるはず。しばし見守りましょう。お見事。どこの手の者だ。答えよ。逃げられたか。待て、あれは妖刀村正。なんと。おやおや、これはまた新たな伝説を増やされてしまいましたか。あの異様な佇まい。今回の調査、歴史改変の核を握るのはあの赤い忍びか。本領を発揮しようかな。では始めましょう。さあ、脱ぎます。よっ。まだまだです。まだまだです。うん。怪しい魅力で夢中にさせましょう。趣を理解できました。わかりました。待たせた。おもかげ、お疲れ様でした。演算結果では司祭不十分でしたので。報告を頼めるか。戦場の様子はどうだった。この第一次上田城の戦いに家康自ら参戦したものの、本陣から身動きできなくなっているような。上田城を守るは反徳川の姿勢を示し始めた真田氏。その軍略、兵法で家康公を苦しめた稀有な将です。本来、寡兵ながら圧倒的勝利を収めたのは真田方。家康公の状況は苦しいな。必ずやお守りせねば。その上、面倒なことが一つ生じている。うん、まだ何かあるのか。時間素行軍の姿を見て、妖刀村正の呪いだ。徳川軍ではそんな騒ぎになっている。な、先の伊賀越えを受けてだな。徳川方に妙な噂が広まったのか。呪いとは幻想的ですね。徳川にあだなす妖刀村正伝説がここまで改変されるとは。笑っている場合なのか。心配いりません。これもきっとかの赤い忍びの企みでしょう。誤解は解けますよ。
さて、ジジイの足であの忍びが捕まるか、腕の見せ所だな。騎士が検出されました。妖刀騒ぎとやらで徳川軍が混乱しているのは明白だろう。止めなければ。守るべき筆頭は本陣の徳川家康、あとは関川を進む徳川軍も救ってやらねばな。はい、真田の策によって反乱した関川に押し流されて苦戦を強いられています。そこを時間速攻軍に襲われれば徳川軍は壊滅だ。歴史を変えるきっかけになるだろう。妖刀伝説がお騒がせしているのでしたら、その疑いを今回ばかりは晴らしてみせましょう。新たな流れが検知されました。では仕事をするか。三日月殿のお役に立ちましょう。やるか。まあ給料分は仕事をするだけだな。家康公の身の安全を確保しなければ。徳川の本陣へ急ごう。時間そこは、そこを通してもらいましょう。えいや、と、道が開けたようだな。さあ進もう。いいですね。ここも時間差行軍に占拠されているか。さて、ジジイなりに仕事をするとしよう。外に繋がっているようだ。徳川軍が作ったものか。もしもの時は廃炉として使えそうですね。さて、家康公の元へ向かいましょう。必要があるぞ。
今やこの本陣は敵が仕掛けた罠の中。家康公、今こそ抜け穴の出番です。お主らが退路を確保してくれたか。分かった、向かうとしよう。敵が仕掛けた宝禄玉が爆発したか。巻き込まれぬよう抜け穴へ急ごう。天下御剣の力、さすがですね。入るか。どうすんのですか。少し本気を出す。これでどうだ。悪いが俺も譲れんいけませんね。笑っている場合ではない。ここからお逃げください。あとは我らが。おお、感謝するぞ。終わったな。また強くなるか。興味はない。ではやればいいんだろ。できたぞ。よくわからない。結局
この間の手合わせは引き分けたので、いたずらしそびれてしまいました。残念です。のんきなものだ。他にもっと気にかけることがあるだろう。今ここで脱げないことでしょうか。では一緒に脱ぎましょう。そうではない、妖刀伝説のことだ。村正の呪いだなどと根も葉もないことを。今でも思い出すと我がことのように苛立ちを覚えるぞ。トンボ切りはいつでもまっすぐですね。見ていて眩しいくらいです。お前というやつはまたそうやって茶化して。こちらは本気で心配をしているのだぞ。分かっていますよ。ですが私は大丈夫です。幻想的な伝説が加わって、むしろ箔がついたくらいにしか思っていませんから。やれやれ、大した度量だな。だがもし何かあればいつでも言うのだぞ。村正がため息をつくとは珍しいな。やはり妖刀騒ぎや出陣の多さで疲れているのか。いいえ、脱ぎたい衝動を抑えるのが大変で。トンボ切りの言いつけを守っているので褒めてください。お前がか。その拍子抜けした顔いいですね。トンボ切りの気が抜けた証拠です。まったく心配させんでくれ。お前を案じて損した気分だぞ。おや、トンボ切り、まだわかりませんか。私が元気でいられるのはあなたのおかげですよ。自分は何もしていないが。そう言い切れるのがトンボ切りの美点ですね。あなたが私の理解者で嬉しいですよ。自分ではよくわからんが、お前にそう思ってもらえているのなら嬉しいものだな。了解しました。皆様の働きに期待します。私の出番ですね。村正よ、俺が力になろう。妖刀伝説を見極めてもらいましょうか。さて、氾濫した川に取り残された徳川軍の将たちを助けに向かうとするか。三日月殿、あそこに徳川軍の将が。浮島に取り残されてしまっているようだな。さて、どうしたものか。ひとまず近くへ行ってみましょう。助ける方法が見つかるかもしれません。周囲の安全を確保するには敵の指揮を取る者を倒す必要がありそうだな。安全は確保できたが、浮島への道がない。どのようにしてあちらへ渡るか。
良き偶然に助けられた。徳川軍の将を一人救えたぞ。おや、後藤一和の将が待っているですが、今こちらに連れてきては敵に無視です。ああ、まずは辺りの敵を片付けよう。指揮を取る者を倒せばよいはずだ。うん、この辺りはもう大丈夫だろう。残念、あちらへつながる足場はないようです。あの木が使えそうだ。下流へ流してやれば新たな道となるかもしれんな。なるほど、では早速試しましょう。目指すは川の上流ですな。収まれば落ち着くだろう。さて次だ。ここらにも指揮を取るやつがいるはずだ。そいつを倒しておこうか。バケモノめ、いねえ。目的さえ果たせばすぐに。さて、あの木を下流に流してやりましょう。行ったようだな。これであの者も浮島を脱出できるはずだ。え、念のため様子を見に行ってみましょう。なんだこいつは。誰か助けてくれ。徳川軍の将たちが。このただならぬ気、やつが親玉か。行きますか。サッダルマ・プンダリーカ・スートラ、妖刀伝説に惑いなさい。気合十分なのは分かったが、脱ぐなよ。笑っている場合ではないか。やりませんよ。ようやくこの辺りも安全になったな。お主らがいなければどうなっていたか。誤解していたようですまない。おや、もう終わりでした。どうです、この力。親愛の証に脱ぎましょう。徳川軍の将は全て救出しましたね。妖刀の疑いが少しは晴れるといいのですが。気を抜かずに進めてください。うん、演算結果から徳川家康の死が消えましたね。修復に向けて第一歩踏み出せたかと思います。見事な働きだな。
さすがだ。いえいえ、妖刀伝説に惑わされる皆さんをお救いできたのでしたら何よりです。まだまだ先は長い。歴史改変の流れを生むものを止めなければならないのだろう。しかし残念だが、あの赤い忍びを逃がしてしまった。一足遅かったな。あの者、名のある忍びなのだろうか。徳川を狙う勢力となると絞られてきますが、ただこの合戦での動きを考えれば、今は真田方に組みしているのでしょうな。では真田の忍び、いいえ、物も話せぬ顔も見えぬでは何もわかりませんね。覆面を脱がし、秘密はすべて明るみに出しましょう。ワクワクしますね。嬉しいです。脱ぎます。これからも精進しよう。人も刀もつながり合うのはいいことだ。そうだろう。春の陽気は気持ちがいいですね。脱ぐのにはもってこいの季節です。脱ぐのは構わんが、さすがにまだ肌寒くはないか。いいえ、肌寒いくらいがちょうどいいでしょう。さあ、三日月さんも一緒にどうですか。誘いは嬉しいが、ジジイにはちょっと答えそうだ。今回は遠慮させてもらおう。またですか。主がいた頃から数えてもう30回は同じ断り文句を聞きました。そうだったか。どうも忘れっぽくていかんな。さては、花から脱ぐ気などないのではありませんか。いやいや、そんなことはないぞ。気分が乗れば脱がんこともない。本当ですか。一体どうすれば気分が乗るのです。さてな、俺にもわからん。では始めましょう。さて始めよう。無事終えられたか。では始めましょう。やってみるか。まだ俺の力を高める。三日月宗近、打ちのけが多いゆえ三日月と呼ばれる。この力、戦場で生かそう。これで戦うか、これで戦うか。これは脱ぐしかありません。
は試してこそですね。よろずやでも見に行っておくか。おお、こりゃいいね。素晴らしいです。おお、なかなか良いものだな。おやおや、これは風流だね。構わないよ。いよいよここから先は上田城か。赤い忍びも気になるでしょうが、演算結果を見る限り真田軍も策を持っています。時間疎行軍と組み、家康の元へ打って出る可能性があります。彼らの勢いも抑えてください。心した。この先にいるのは乱世に名を馳せた真田軍、相手にとって不足なし。相対する将はどなたになりますかね。表裏卑怯の者で知られる知将真田昌幸殿は城内だろう。その長男の信幸殿は砥石城に布陣。次男の日の本一の強者雪村殿はここではどうしていたか。トンボ切りは真田方にも詳しいな。本田忠勝と真田、何か関係があっただろうか。大いにあります。本田忠勝殿の娘はこの後真田に嫁ぎますからね。真田の強さは徳川が認めるもの、そしてその生き様は忠勝殿も守らんと願ったもの。正直真田の者たちが時間疎行軍と結託するなどあってほしくないのだが。城内に入ればわかることだな。行こう。新たな流れが検知されました。敵を討ち取ってみせよ。トンボ切り、背中は預かったぞ。我こそは三名僧が一つ、トンボ切り。いざ出陣せ。あの忍びと真田のつながりを暴きましょう。目指すは上田城の本拠です。皆の者かかれ。敵の侵入を許すな。指揮を取るのは真田正義。敵の中には時間疎行軍の姿も見られます。真田と時間疎行軍が手を。この歴史の流れの鍵は正幸殿でしょうか。まあそう焦るな。まずは敵を倒しつつ彼の様子を見てみようではないか。なんて強さだ。引け引け。真田の兵らが引いた。この調子で先へ進むぞ。敵の数が増えては困る。早々に倒してしまうのがいいだろうな。力強い槍さばきです。体は温まったな。
間速攻軍少々手強そうですどうした近寄れんか。触れれば切れるぞ。蹴散らすまで。倒しがいがあります。くそ、敵の勢いが抑えられ。引け。本丸まではもう少しだな。行こう。兵を集め、守りを固めよ。敵はここで食い止めるのだ。この先に時間速攻軍の反応が多数あります。注意してください。妖刀の切れ味、その身で試してみますか。ダメだ、食い止められ。本丸はすぐそこだ。行くぞ。これ以上攻め入られてはならぬ。行くぞ。敵を抑えるのだ。おや、ハサミ撃ちですか。燃えますね。どちらも通して先へ進みましょう。敵をつくぞ。するぞ。感謝いたす。私としたことが無かったな。ここは引こう。赤い忍びは現れないか。もう少し調べる必要がありそうだな。この辺りの敵は引いたようだ。奥へ進もう。名のある者の不当を見受けいたす。いざ尋常に勝負。真田幸村か。はい、わかった。その勝負慎んでお受けしよう。この気迫、迷いのない立ち筋、さすがは日の本一と謳われる将軍。サスケ。あの赤い忍び、雪村殿の手のものであったか。簡単に終わらせてはもらえんようだな。まあいい、やるか。
触れれば切れるぞ。蹴散らすまで。鋭さが光ってます。敵は全て倒したが援軍ももう来ないようだ。武人として働けただろうか。これからも精進しよう。充実した時を過ごせたな。真田方の勢いを抑え、赤い忍びの情報も得られました。調査完了ですね。静止範疇に収まりましたね。サスケ、それが赤い覆面の忍びの名だったか。真田に仕えるというその名の忍びの存在は風説かと思っていたのですがね。妖刀を持ち出したのも彼ですし、さらに幻想的です。やはり脱がせてみなければいけませんね。うん、司祭は分からんが、かの忍びは真田についた。こうなると時間素行軍と組むのは忍びだけではなく真田幸村殿ということになってくる。三日月、お前から見て真田幸村はどうだった？干渉を受けている恐れはないか？恐れずまっすぐな目を向けてきた。時間素行軍に対しても、俺たち刀剣男子に対しても、その瞳は赤く濁っていなかった。守るべき家のために、異変など目に入らないほど戦いに没頭していたようだ。その純粋さが敵に回ると案外怖いものだ。この調査、なかなか骨が折れるかもしれないぞ。出たいな。お召し替えでもするかい？本丸の風紀をこれからも守らねばな。近頃のお前はよく俺の世話を焼いてくれるが、何かジジイにねだりたいものでもあるのか？ いえ、ただ三日月殿がお疲れではないかと気になり、微力ながら力になれたらと。なるほど、そういうことだったか。何気にするな、俺は別に疲れてなどおらんよ。ですが三日月殿は第一部隊を引き、さらには本丸の皆も取りまとめておられる。おそらく日頃の辛労は並々ならぬものでしょう。ならばせめて
本丸ではくつろいでいただかねばと。気持ちはありがたいが、それではお前の方が疲れてしまわんか。自分はあれこれと動いている方が性に合うので問題ありません。そうか。だが無理はしてくれるなよ。お前も大切な本丸の一員なのだからな。あ、もしや三日月殿をいたわるつもりがかえって気を使わせてしまったか。気のせいだ。さて、今日も互いに仕事をするか。主、今ここにあなたがいれば。張り詰めていた本丸の空気が和らいだようだ。お前も俺の説得を踏まえてくれたようだな。何の話だ？身に覚えがないわ。面影を茶に誘っていたところを見たぞ。気にかけてやっているようじゃないか。おかげでお前が思っていたほど強情で分からず屋ではないということも分かった。相変わらず一言多いやつだな。俺は強情などではないぞ。そうか、ならば相談がある。いずれ主が戻った折には俺をそば使いにするよう推薦してほしい。隊長の進言なら主も快く受け入れてくれる。なんだと？それは主が決めることだ。第一、この俺もそば使いに名乗りを上げるつもりだからな。やはりそう簡単にはいかぬか。ならば一刻も早く主に戻ってもらい、直接頼まねばな。大栗か、そういえば鶴丸がお前を探していた。大事な要件があるらしい。鶴丸だと？どこで見た？菜の花畑の方にお前を探しに行ったようだ。しばらくそっちに近づくのはやめておくか。あいつに俺のことは言うなよ。あ、分かった。それだけか？鶴丸の伝言は伝えた。これで私の役目は果たしたからな。大概なやつだな。そうか。では始めましょう。さて、始めようか。僕が行くしかないか。了解しました。近頃以前にも増して鍛錬に励んでいると聞いたが、何か思うところでもあるのか？かつての主を見たことで自分もさらに腕を磨かねばと思いまして。
かつての主というと本田忠勝か。はい、天下無双の槍使いとして名高い御仁です。戦場でのあの勇姿を思い出すとじっとしておられず。確かに伊賀越えの際の働きは目を見張るものがあったな。忠義にも熱いあの方を見て、自分もあのように本丸の皆を支えたいと思いました。皆を支えたいか。てっきりお前自身が本田忠勝のような天下無双の部を手に入れたいのかと思ったぞ。いえ、自分はあくまで皆を支え勝利へ導く方が性に合っていますので。それが本心ならばいいが、まあ結論を急ぐこともない。自分が何に憧れているのか考えてみるといいぞ。自分が憧れているのは、少し考えてみます。任せてもらおう。今他にできることは。第一部隊に次の出陣指示が出たそうだな。状況はどうなっている？今はあっちの部屋で説明を受けているらしい。早速歴史改変の核の人物に当たりがついたようだ。さすが順調だな。これなら強襲調査の完了も見えてきたが。だといいけれどね。三日月の表情は少し硬いな。まだ解けない謎を抱えているようだ。意思消滅だろう。結局何の説明もないままだ。僕らも一度経験したが実に奇妙だった。三日月にもその時のことをいろいろ聞かれたんだ。消滅させられる歴史とはどういうことだ。歴史を完全に抹消するなんてできるはずもないだろう。だが実際に目の前で起きたことなんだろう。この驚きはぜひ三日月に紐解いてもらいたいね。次の合戦地は第二次上田城の戦いです。おや、また上田城ですか。はい、時は慶長5年、関ヶ原の戦いに参ずるべく徳川軍の主力徳川秀忠の隊が進軍中でしたが、上田城で足止めを食らいます。ここまでは静止通り。しかし演算結果では真田軍により徳川秀忠が命を落とすと出ています。それは関ヶ原の勝敗よりもその先への影響が大きいでしょうね。徳川秀忠公は江戸幕府の二代目将軍ですから。だが腑に落ちんな。何がだろうか。秀忠公の隊は東軍にとっては別動隊だ。本隊は関ヶ原にいる家康公の軍勢。なぜ本隊ではなく別動隊を狙うのか。歴史の影響力を考えれば狙うべきは本隊では。一理ある。だが見過ごすわけにはいかんな。はい、徳川秀忠の生死は歴史にとって重要。必ずこの流れは断ち切ってください。騎士が検出されました。ちょうど徳川秀忠軍が上田城に進軍開始しています。かわいそうにまんまとおびき寄せられた形ですが、想像もしていないのでしょう。ああ、敵を油断させた上で戦略用地へおびき寄せ、
奇襲を仕掛けるのが真田軍の必勝戦術だ。史実の通りなら雪村殿は遊撃隊として徳川軍の隙をついてくる。先回りして抑えるぞ。徳川秀忠の命を守りきるのが最優先か。何か気になることでも？何、徳川秀忠とはちょっとした付き合いでな、刀だった頃使われていたことがある。おや、機嫌はまたも続きますか。巡り合わせとは不思議なものですね。新たな流れが検知されました。怪しい魅力で夢中にさせましょう。村正よ、俺が力になろう。妖刀伝説を見極めてもらいましょうか。俺たちは敵の遊撃隊を抑えなければならない。権之助、解析完了しています。付近に遊撃隊と思われる敵の反応があります。この者たちが目標の遊撃隊でしょうか。倒してしまいましょう。敵の消滅を確認ですが、反応はまだ多数残っています。そうか、では別の場所も探してみるか。攻撃を受けないよう注意を払う必要があるな。こんなところに時間を歪めます。出てくる敵を片付けて塞ぎましょう。攻撃を避けながら時間速攻軍を相手に。いや、ジジイの骨が折れてしまいそうだ。めぼしい敵は排除したはずですが。
地があるとは。敵の隠し通路か。まさか地下につながった息を合わせて。それにこの敵のコース当たりですよ。おそらくこやつらが目標の遊撃隊だろう。抑えるぞ。行きましょうか。敵が現れることまさに湧水のごとしだな。仕方ない、最後まで付き合うとしよう。ついてきてください。仕事はするぞ。うまくいきましたか。うん。よっ。ワクワクしますね。さ、三日月さん、どんどん行きましょう。そうだな。村正の威勢に俺も乗せられるとするか。手強そうな奴が現れたな。この戦いも大詰めか。サッダルマ・プンダリーカ・スートラ、妖刀伝説に惑いなさい。どうです、この力。親愛の証に脱ぎましょう。遊撃隊は抑えられましたな。ですが、ああ、これで終わりとはいかんだろうな。気を抜かずに進めてください。やれやれ、歴史の流れに大きな変動なしか。危機は去ったわけではないようですね。雪村殿とあのサスケという名の忍びの姿は遊撃隊の中に見えなかった。つまりこれから動き出す。ええ、その通り。次の地点が検出されました。引き続き徳川秀忠の基地を救ってください。安心せずに進む。これもまた主のため。本丸の風紀をこれからも守らねばな。
いくら誘っても三日月さんは脱いでくれませんね。残念です。なんだ、冗談じゃなかったのか。同じ舞台として親睦を深めるために私の日課にお付き合いいただこうかと思ったのです。なるほど。では俺の日課に付き合う方が話は早い気がするな。三日月さんの日課というと？茶だ。桜の下でゆっくりと語らおうではないか。親睦にはうってつけだろう。実は先の出陣で思うところがあってな、徳川についてお前と語り合いたいと思うのだが。徳川について？それは心惹かれますね。ぜひ三日月さんの思いを聞いてみたいものです。わかりました。今回は三日月さんの提案に乗りましょう。おお、そうか。ならば良きかな良きかな。河川、突然の誘いとなってしまいすまないが、明日の早朝より共に湖で水浴びをしないか。皆にも声をかけたんだが軒並み断られたな。しかし心身の健康を思えば皆にはどうしてもだな。当然却下だ。何？河川、お前もか。だがよく聞け、早朝の水浴びには心身ともにとてもいい作用が。だがもヘチマもあるものか。そのような奇怪な集まりにこの僕が参加するわけないだろう。そもそもなぜまだ肌寒い朝に冷水をかぶるんだい。良い作用があったとしても全く風流ではないね。作用面からの勧誘はならずか。ならば河川、お前は知らないかもしれないが、早朝のもやがかった湖の明媚さは本丸随一だぞ。水浴びに参加すればその景色も見られるだろうが、お前は参加しないんだったな。ならば残念だが。一度だけなら参加してやってもいい。おお、そうか。心よい返事、感謝する。では明朝よろしく頼むぞ。では始めましょう。やればいいんだろう。桜を見ながらの茶は実にうまかったな。まさか皆が乱入してくるとは思わなかったが。ええ、気づけばちょっとした集いになっていましたね。今思えば食大霧さんが気を利かせて持ってきてくれた新作の菓子、あれが原因でした。みんな釣られてやってきたというやつか。
結局二人で語らうどころではなくなってしまったな。ええ、真面目に徳川の顛末や妖刀について話していたはずが、いつの間にか大騒ぎに。ああ、だが少し騒がしいくらいがちょうどいい。主も活気に満ちた本丸が好きだったな。ええ、それに三日月さんも楽しそうでした。考え事ばかりの中、いい息抜きになったのでは？これは気を使わせたようだ。いえ、単なる感想です。もちろん、気晴らしが必要な時はいつでも付き合いますよ。それはありがたい。また檻を見て楽しむとするか。足がしびれてきました。